はいみなさんこんにちはレクセンに講師のば田です今日はですね2月の11日に梅田駅前本校とそして各う中継先本校で実施をします、えー、私の新刊出版イベントについてお話をしていきますはいで今回ですね私書籍を執筆うさせていただいてテキストを発刊することになりましたはいこれは基本テキストとあとは 問題集ですねこちらを発刊させていただくことになりまして、まあ、それを記念したイベントをあの梅田駅前本校さんで実施をさせていただくということになりました、はい、で具体的なチラシがありますので、はい、写していきますね、はいまあ、新刊出版記念という形ではあるんですがあの、まあ、書籍の中身をねこう話すだけではないんですよというのも 時期が2月の11日なので、これ合格発表後なんですね。さらにこの日はレック各本校で、あの小学生試験が行われる日なんです。ですから学習経験者の方がレックの各本校に集まる日なんですね。なので、はい、今回このイベントでお話をしていくのは、うん、皆さんが今どこまで勉強進んでますか、そして 昨年の本試験の結果がどうなったのか？によって、こう勉強方法を変えて、え、いこうじゃないか。ね、タイプ別勉強法みたいなことをね、話していこうと思うんです。はい。ですね。なので、こういろんな方にご参加いただけるとは思うんですね。うん。あの学習経験者はもちろんです。例えば、経験者でもあと一歩だった方ですとか。まだまだ合格点まで遠い方いらっしゃると思いますから。 まあそこでどうやって勉強を進めたらいいかについてもお話をしますし初学者の方ねこれから勉強しようかなって思ってるとか、まあ、今勉強を始めてるんだけどもちょっと不安があるとかねいろんな方がいると思うんですがそういった方に向けてもお話をしていきますのであのー、全ての方にご参加いただけるものだと思います。はいで、えー、そうですね イベントにご参加いただいた方には特典がつきますね。はい、これもね経験者の方が、まあ、多く来るのかなということを前提に作っているものです。改正民法対策レジュメ、ねうん、まああのー、当然今年の民法改正されたものが出題されるのはご存知だと思うので、まあ、そこに対して、まあ、昔からよく出ていましたけども改正で変わってしまったですとかね 詳しく入れ替えていかなければいけないところだったりですとかまあ個人的に今年室内が予想されるものをね少しあの皆様にお見せしたいと思うのでこちらを参加された方には配布していこうと思います梅田駅前本校で生講義ですからまそこでも配布をしますし各中継先本校ですねこちら記載がありますがこの中継先本校でも特定のレジュメを配布されますねはい、ということになっていきます あとはこのテキストですね問題集の即売会もありますのでぜひ当日お越しいただいて、まあ、お話を聞いていただいてでさらにま書籍パラパラめくってもらってあこれいいんじゃないかと思ったら購入してもらうといいんじゃないかというふうに思いますはいでは梅田駅前本校とあと各中継先本校でお会いできるのを楽しみにしていますよろしくお願いいたします